CNC を組み立てて、アクリルカバーを組み立てて、今回はついに切削です。何削る？何削る？当初の目的である基板を削ってみようと思っているよ。今回は Fusion 360というソフトを使って適当な設計データを作ってみた。鳥の形、謎デバイスだな。設計データをもとに切削の手順を記した G コードと呼ばれるデータを作る。これも Fusion 360で作成した。 Fusion はいろんなことができるな。書き出した G コードを Candle というソフトに読み込ませる。これでデータの準備は OK。 次は素材と CNC のセッティング。削り出しに使うウィットは先端の細さが 0.5mm のものを用意した。このビットを使って基板を削っていく。細っ。簡単に折れちゃいそうだ。基板のような細かいものを削るにはこれくらいの細さが必要。削り出しに使用する生基板はこちら。紙フェノール製のものを用意した。切削しやすいらしい。なんだかよくわからないけれど、この板を削って基板にするんだね。その通り。裏には透明フィルムタイプの両面テープを貼った。普通の両面テープと違うの？フィルムタイプの方が後で簡単に剥がせるらしい。生基板をセットする。ベースには何か貼ってあるの？安い木の板をステータとして貼ってあるよ。この時気づいたのだけれど、ブレを抑えるためにビットを短くセットしたい。けれどビットが基板まで届かなくなる可能性がある。てなわけでステータをさらに追加。どんどん積まれていく。センサーを使って高さの設定する。ビットが折れないか見ていてヒヤヒヤする。これで準備は完了のはず。キャンドルからデータを送信。動き出した。ワクワク。あれ、削れていないね。高さの設定がうまくいっていないみたいだ。設定を調整してもう一度。ドキドキ。あ、ビットが折れた。え、あれ回るなぁ。ストップ、ストップ。完全に折れているな。これじゃ、もう切削できないね。大丈夫、予備があるから。さすが。高さの設定がしくじっていたみたい。気を取り直して、再挑戦。今度は良い感じだね。よかった。このままうまくいけば良いけれど。え、あれ、いつの間にか、ビットが折れていた。そんなことあるの？さすがに、もう予備のビットは、あります。あるんだ。スピードが速すぎたのかな？調整し直そう。ビットが折れたこととは別の問題なのだけれど、パッドの部分が小さすぎて、潰れてしまっている。これは何が原因？こちらは設計の問題なので、データを修正する。生基板も、新しいものを用意して、再挑戦だ。今度こそうまくいくといいな。ハラハラ。ちなみに、CNC のモーターが回転している間はアクリルカバーは開けないようにしているよ。この動画もアクリルカバー越しで撮影している。安全対策だね。数時間後、切削が終わった。ベースから剥がしてヤスリを使ってバリを落としていく。表面に細かい傷がついてしまうのが少し気になるな。よし、バリが落とし終わった。良い感じ。よかった。ちゃんと意図した通りに削れている。銅の部分を保護するためにコート剤を吹きつける。コート剤をかけた後は十分に乾燥させる。風緑みたい。よくわからない部品たちをハンダ付けしていく。今思えばコート剤をかけるのはハンダ付けの後でも良かったかもしれない。レンチをセットして完成。ついに。ところでこれはどういうデバイスなの？トンツーで店員さんを呼び出せる呼び鈴です。謎デバイスだな。正直基板切削が目的だったのでデバイスの内容は何でも良かった。相変わらず適当だな。でも無事に基板はできたね。そう、今回の目的は無事に達成できた。これで小型 CNC がやってきたシリーズは完結です。ご視聴ありがとうございました。またね。よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。